メリーポピンズ・リターンズは2018年のアメリカ合衆国のミュージカルファンタジー映画で1964年の映画メリーポピンズの続編。監督をロブ・マーシャル、脚本をデビッド・マギー、主役のメリーポピンズをエミリー・ブラントが務める。アメリカでは2018年12月19日に公開され、日本では2019年2月1日に公開された。 前作から25年後の大恐慌時代のロンドン。ジェーンとマイケルは大人になり、マイケルは3人の子供、ジョン、アナベル、ジョージーの父親となっていた。突如訪れた大きな悲劇に、一家は以前のような明るさを失ってしまう。彼らに人生の喜びを取り戻させるため、再びメリー・ポピンズがやってくる。は前作にも登場していた。 キャラクター2015年9月14日、ディズニーがメリー・ポピンズの20年後を舞台にした新作を制作中と報じられ、原作の残りの7作を元にした物語が描かれるとされた。ロブ・マーシャルが監督を、マーシャル、ジョン・デ・ルーカマーク・プラットが制作を務め、デビッド・マギーが脚本を担当。2016年2月18日に、メリー・ポピンズ役に、エミリー・ブラント、 2016年2月24日にジャック役にリンマニュエル・ミランダへのキャスティングが報じられた。2016年4月、ディズニーは映画の制作とブランドとミランダが主役であることを正式に発表し、5月にはタイトルをメアリー・ポピンズ・リターンズと発表。2016年7月までにいとこのトプシー役としてメリル・ストリープへの交渉に入り、 前作から大人になったマイケル・バンクス役として、弁儀賞と交渉中であることが明らかになった。9月には、ストリープのキャスティングが確定。翌月、大人になったジェーン・バンクス役に、エミリー・モーティマーがキャスティングされ、さらにウィリアム・ウェザー・オール、ウィルキンス役として、コリン・ファースが参加。2017年2月には、バルーン・レディ役にアンジェラ・ランズベリーのキャスティングが発表された。 オリジナル版でメリー・ポピンズを演じたジュリー・アンドリュースへのカメオ出演も交渉されていたが、彼女はエミリーの賞になってほしいとオファーを断った。また、オリジナル版デバート及びミスター・ドース・シニアを演じたリック・バンダイクはドース・シニアの息子・ドース・ジュニアとしてカメオ出演している。主要撮影は2017年2月10日にイングランドのサリー州のシェパートンスタジオで行われ、 同年7月に終了した。アメリカでは本作は当初は2018年12月25日に公開予定だったが同年12月19日に前倒しとなった。メリーポピンズリターンズのサウンドトラックは全米で2018年12月7日に発売された。作曲はマーク・シャイマン、作詞はスコット・ウィットマンとマーク・シャイマン。前作 メリーポピンズで音楽を担当したリチャード・シャーマンは音楽コンサルタントとして制作をバックアップした。メリーポピンズ・リターンズのさらなる続編の制作の可能性について本作で監督を務めたロブ・マーシャルは計画自体はまだ初期段階にあるものの PL トラバースの原作が8冊にも及ぶ対策であり、 他にも映画館へ持ち込めるストーリーが監督自身の頭の中に浮かんでいることを明かし、スターウォーズや007のようにシリーズとして続編の映画化もあり得ると語った。ありがとうございます。